各馬ゲートに収まり、ゲートが開きました。先行争い、さあ何が行きますか。ここからダートコースに入る16頭。インピ先頭を伺います。外から差がなく、オレンジの帽子サクセスエナに5馬身ほど遅れて、サンライズフォア、ユナノト、ゴールドドリーム、オメガパフューム、ホパドキッキング、クイーンズサターン、アンジュベリール、そしてノブバカラ、ワンダーリーベル、ノンコの夢、モーニング、サンライズノバ、レッツノードンキ、最高峰から名所ユータゲ、こういった体勢です。火花を散らす16頭。鞍上はどういう思いでこのレースに臨んでいるのか。さあ先頭はどうなっているでしょう。先頭変わってサクセスエナギ、さあ3コーナーを過ぎ、先頭が突き放しにかかります。先頭はサクセスエナギ、後続との差はまだ2馬身。2番手追走はインピ、依然として先頭はサクセスエナギ、3番ノンコの夢、ここで上がっていった。さあ各馬第4コーナーをカーブして東京の長い直線に差し掛かりました。サンライズフォア追走、クイーンズサターン上がってきている、残り400を切った。ホパドキッキング追走、外からはユナノとオメガパフューム、追いすがるアンジュベリール、あたりも来ている。インティ外から並びかける、インティわずかにリード。2番手はサクセスエナジー、先頭はインティ、インティ先頭、インティ抜けた、インティ6馬身リードを保ってゴールイン、完勝です。勝ったのはインティ、2着にはゴールドドリーム、そして3着にホパドキッキング。勝ちタイムは1分34秒0、勝ったのはインティ。緊張の一瞬です。体制完了、スタートしました。先行争い、まず何が行くのでしょうか。芝から砂に場を移していく16頭。中からインティ出てまいります。サンライズフォア、アンジュベリール、ユナノト、サクセスエナギ、ホパドキッキング、ゴールドドリーム、そしてクイーンズサターン、オメガパフューム、ノブバカラ、ワンダーリーベル、モーニング、ノンコの夢、レッツノードンキ、名所ユータゲ、サンライズノバ、この3頭。こういった体勢です。火花を散らす16頭。鞍上はどういう思いでこのレースに臨んでいるのか。さあ先頭はどうなっているでしょう。先頭は依然インティ、レースを引っ張ります。サンライズフォア、アンジュベリール、サクセスエナギ、ユナノト、さあ3コーナーを過ぎ、先頭が突き放しにかかります。先頭はインティ、後続との差はまだ4馬身、これを追って2番手にサンライズフォア、モーニング、早くもここで動いた。オメガパフューム動いた。さあ各馬第4コーナーをカーブして東京の長い直線に差し掛かりました。オメガパフューム、そこから届くのか。サンライズフォア現在2番手、残り400を切った。アンジュベリール、追走、ユナノト、現在3番手。サクセスエナギ上がってきている。クイーンズサターン、追いすがるインティ、足色が衰えない。2番手のオメガパフューム、遥か後方、オメガパフューム、いい足で上がってきた。すごい足でゴールドドリーム、オメガパフューム先頭でゴールイン。勝ったのはオメガパフューム、2着にはユラノト、3着にはゴールドドリーム。勝ちタイムは1分34秒7。勝ちましたのはオメガパフューム。